ほうで始まりました。マッチチャンネル。さあ、出ましたね。これでございますよ。はい。ダン。はい。トイケイランドアールテスト、はじめから超特急、金のパッケージというのが、発売されました。テックス加藤さんのですね、新しい本でございますが、総合対策本ですね。いわゆる金フレ、金のセンテンスとか、あのシリーズでございます。特急シリーズで、サイズが違うわけですよ。今までの特急シリーズとね。他の特急っていうのは、この新書サイズなのに対して、こういう感じでサイズが違うやつです。まあ僕が昔書いた総合対策の本と同じやつですが、総合対策です。はい。総合対策本なんですよ。書くの大変なんですよ。総合対策本ってね、本当に。いやもうやったことあるからわかるんですけど、あ、そうね。で、今日なんて自分のね、本の発売日なのに、英検準1級のワークブックですね。はい、こちら。よろしくお願いします。こちらではなく、はい。こちらについてやりたいと思います。木のパッケージですけど、まあ、盛りだくさんですよ。まあ結構な分厚さでございます。あ、文字のね、大きさ大きくなっておりますので、老眼の方にも優しいです。いろいろ。ただ、後ろの方のダブルパッセージとかトリプルパッセージになったら、字ちっちゃくなりますので、そこはお気をつけください。そして、最後の模試ですね。模試も字が小さくなりますので、まあただ、模試のところはトリプルパッセージがちゃんと見開きで問題まで見れるっていうので、使いやすくなっております。それはね、やっぱこのサイズじゃ絶対無理なんで、それはね。では、特徴を話していきたいと思いますね。あ、まだってもう昨日トイックでしたけど、昨日のトイックに出たのもいっぱいありましたよ。パート5だけでも何問もあったね。特に語形の問題ですね。品種語形のやつが出ていましたんで。まあ、構成としては、もちろん総合対策本なので、全部のね、パートのものになってます。あ、その前にだいぶ長くトイックってどんなテストっていうのがかなり詳しく書かれてます。で、それぞれのパートで単語とかよく出る表現。あ、3、4とかだったら設問のパターンも載ってますね。7にも載ってましたね。設問のパターン。6は接続副詞がまとまってたな。とか、まあ、いろんなところにいろんなまとめと、あとね、金の勉強法っていうのがついてます。それぞれ、こういう風にやったらいいんじゃないかっていうのがですね、おすすめの勉強法が全てのパートに入ってますね。ちなみに勉強法のところね、僕の本もおすすめしてくれてました。この本ですけど。ありがとうございます。189ページ出てますね。載せていただけると思ってなかったです。で、あとはコラムでトイックの世界についてのね、はい、いろんなものが書いてあったりします。まあ、それは結構面白いかなって思います。で、やってみた感想は、まず例題あって、で、その後に実践問題っていうので何問か入ってるみたいな感じなんですね。それぞれのパートが。で、まあまあ、レベルの高いのも入ってますよ。もちろん基礎的なものなんですけど、まあよく問われるとか、はいはいはい、このパターン出たなとか、この表現出たなって思いながらリスニングも聞いてたんで、あ、ABC 度で聞くことできますから。あ、とか ABC 度の有料会員だったら問題解くこともできますね。リスニングはもうこれで解いてやっちゃいましたから、僕自身は。で、最後に模試が入ってると。まあ、今の解くの方が、まあ難しいは難しいです。はい。難しいけれど、まあ、それでも普通になんかもう余裕だろうって思ってやったら引っかかりますよ。まあ、やっぱ過去にね問われたポイントが問われてるので、やっぱ特徴はやっぱ一番はね情報量が多くてよく出るパターンのストーリー、よく出る表現で言い換えもですねこだわってるな、引っ掛けもこだわってますよ。ああなるほど、ここをこういう風に引っ掛けたんだなっていうのをもうリスニングやってるだけでもはい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 って思いながらね、あ絶対これ引っ掛かる人出るなとか思いながらやってましたから。で難しいところですね、総合対策本の切り口なんですよ。まとめるのが非常に多いので、あ、まあ僕は一般向けには書いてないんですけど、自費出版のやつはもう書いたんですね。まだ出てないですけど、はい、それは書いてあって、本当に大変だっていうのはもう分かってて、新しいトイックになってですね、とにかくパターンが増えたんで、でそのパターンをどうまとめるかっていうのが大変だと思います。例えば出題形式自体も増えてます。リスニングに意図問題が出たりとか、グラフィック問題が出たりとか、パート6に文挿入、パート7に文挿入1、意図問題とかっていう風に出題形式がどん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 増えてて、でそれらをまとめるのがすごく大変で、特にまあグラフィックなんか一体何パターンあるのかもわからないと、そのパターンでまとめるっていうのが総合対策本を書くときに非常に大変なんですよ。でその切り口が大変なんで、すごいなって思いましたよ。これをまとめて書くと。で、こういうパターンがある、こういうパターンがあるっていうのが、まあ、いろんなところに書いてあって、あとはデータが結構あります。だいたい何問ぐらい出ますよとかっていうのもあるので、まあそこがすごいなと思いますね。だからパート7だったら文章のタイプ型でやるのか、設問もいろんなパターンあるんで、その設問型、まあ基本は設問型で書いてありますね。はい。で、その中で、まあいろんな文章のパターンが載ってるって感じです。で、あとの特徴としては、
何点目指す人だったら何問間違えられるとか何問正解してくださいみたいなのが書かれている。これが多分珍しいかなと思いますね。で、パート7のところだったら何問解き終わらなくて正答率が何問だったらまあこの点数目指せますみたいな表があったりとか、まあ、テキさんデータ集めるの好きなんでいろんなところからデータ集めてるのでそれがわかるなと。だから今までの本ではこれが大体何問とかこれだったら何点とかっていうのは明言されるものって少ないんですよ。あ、ちゃんともちろん例外もあるのでちゃんと例外ありますみたいなことも書いてありますよ。だから違うじゃないかって文句言わないでくださいね。違う場合もありますから。で、今まで何度も何度もね試験を受けてきてそこから出してるっていうのがわかりますね。とにかくね情報量がすごいんですよ。単語に関してはパート1とかさ7とかもそうでしたけどものすごいこう単語ですよこれね。すごい量の情報で情報量とそしてまとめっていうのがやっぱり特徴だと思いますね。まあいろんなものをこうデータ集めてまとめるのが得意な方なんで私みたいにですねもうこう見せられないですけどグワーってねもう本が散らばってるみたいなねまとめるとかできない人間とは違うので、うん、そこがすごいと思います。ただ自分自身はやっぱりそれが大変なんでまあ本書くときとかもそれをすごい苦労するんですけどやっぱ最近出てくる表現も多いよ。やっぱあんまり出てこなかった。でパート1とかも見てわかるんですけどレベルが高いものも載ってますね。あ、Windows 制度とかね、はい、昨日見事に登場しましたが、はい、過去に登場した難しいスロードもあったな難しい表現とかが載ってますのでぜひともねそこをお役に立ててもらえばいいんじゃないかなと思います。だからなんかトイックの勉強した方がいいんじゃないですか共通テストでとかって言われるんですけどやっぱこれ読むとわかるんですよ。違うよ出てくるものが違う表現とかがやっぱ全然違うんでトイックの勉強をしててそれが共通テストに役立つってことあるけど共通テストのためにトイックはやるべきじゃないですね。まあ多分語彙表現言い換えのパターンっていうのが、まあ、問題としてはすごくよくできててまとめ方がうまいなって感じですね。いろんなところのまとめ方がなるほどそういうふうにまとめるのかっていうのがあったしああこれ明言するんだなっていうあはいはいはいっていうところがいくつもあったって感じですかね、まあ、それが今までになかった、まあ、これらがまとまってるっていうのはなかなか今までなかったものじゃないかなと思いますね。そして気になったのがやっぱりこの新幹線が新しくなってるまあね、超特急だから今までの特急の新幹線とは違うというのがちょっと面白かったなって思います。はい、どうでしたか。まあ、まだまだね他にもいろいろあるんだけど問題に関してはね実際まあさすがトイック150回以上受験してるだけあるなっていう感じだと思います。はい、ぜひともねやってみてください。まあ ABC とね音声聞くだけでもまあなるほどって思うことはたくさんあると思うのでまあぜひそういうので聞いてみるとか実際書店でね手に取って見てみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、まあいろんな総合対策本も出てきてね本当に受験者にとってはいい時代になったなと思います。これでトイックでもさ変わっちゃったら困るよね10年ごとに変わってるからさまた変わっちゃったらどうしよう。はい、ぜひコメント欄で皆さんのご意見を聞かせてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.